はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今もう夕方なんですけど、少し涼しくなりました。今日の作業はですね、ここの牛の放牧の中に今いるんですけど、牛さんたちが一番上にいて、まあその下になかなか降りてこないということで、足場がね結構草が生い茂ってて、ちょっと怖くて降りてこれないんかなっていうのがあるんで、牛さん の通り道、まあ足元が見えるように通り道をね今から作ってあげようと思います。ちょっと日中日が結構当たるんで、熱中症がちょっと心配になるんで、まあ、ここに降りれば、ちょっと向こうにクヌギ林があって日陰があるのでね、そこで休憩できるっていうのもあるんで、でもうあと上は餌がもうないんで、ここもご覧の通りたくさんあるんで、ちょっとこの下にね降りてこれるように今から草刈りをしようと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。まだまだ暑いですけど頑張っていきましょう。ずっとここ少し足場だけ切っていって、ここからこう斜めに上がっていくように切っていこうかな。はい、じゃあいきましょう。
はい、斜めにずっと道を作ってあげました。はい、じゃあちょっと上まで上がっていきましょう。ちょっと逆光やな。はい、こうですね。ずっと牛が多分これぐらいだとなんちゅうことないと思うんですけどね。こういうふうにね、普通に私でも全然歩けるんで大丈夫ですね。はい、こんな感じですね。ああ、奈良ちゃんと玉国が何やちな顔しような。ちょっと逆光やな。あの辺に資料を持っていこうかな。そしたら行くかもしれんな。うん、そうしよう。玉国欲しい？エサ欲しい？よし、じゃああげよう。ちょっと餌をこっちに持ってこう。こっちな。よし、ここに持ってこう。ここな、ここ落ちるかな。この辺に、よし、ここに持ってきた。多いな。あ、玉国がなんでそんなとこ持って行ったんじゃないかしら。僕って、あ、でももうちょっとこっちはいいな、雰囲気的に。この辺にしよっか。この辺にしよう。じゃあ餌あげよう。おい、たまちゃん、おいおい、おい、おい、たまちゃん、おい、おい、おい、終了しよう。おい、行くよ、行くよ。まだ慣れんみたいけん入れておくわな。あとで食べな。ちゃんと食べなよ。あ、花が鳴きよ。はい、ちゃんと食べなよ。あ、これ入れておけんな。そんな見つめんでいいわ、よだれたるよやんた。はいはい、あれ資料のとこへ行かんな。また花が真剣な生き物に散歩ついてきて、はい、もう行くか、行くか、行くか。ん、どうした。まあこれで様子見ましょう。はい、夕方の少しの作業でしたけど、ここの下の平地になかなか降りてこないんで、ちょっと熱中症も気になるので、まあ、この下に降りれば、まあ、最初に言ったように、あの奥にクヌギ林もあるんで、あの涼めるんですけど、ということで今日はちょっと斜めに道を作ってあげました。一番最初にここに入ってきて電気柵をここで経験したんで、少し怖いんかもしれんな。はい、とりあえずこういう対策してみました。これで様子を見てみましょう。もう花が真剣な条件お散歩を連れていこうと思います。はい、短い動画になりましたけど、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価
グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。